こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。麻生千恵です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、お楽しみに。まずは今週の千葉県の主な出来事をお伝えします。15日月曜日、千葉県伝統的工芸品の指定書授与式が行われました。県では伝統的工芸品産業を振興するため、昭和59年度から伝統的工芸品の指定を行っています。令和3年度新たに指定されたのは南総竹細工で、昔からの技術技法を生かし美術的な要素を加えた花籠などを制作するものです。この日は制作者の山本富彦さんに滝川副知事から指定書が授与されました。今回の指定により、千葉県指定伝統的工芸品は196件となりました。16日火曜日、令和3年度千葉県経営革新優秀企業表彰表彰式が行われました。県では経営革新の取り組みを通じて他の模範となる実績を達成している企業を優秀企業として表彰しています。今年度は旭市で麺類製造業を営む企業と、同じく旭市で金属製品製造業を営む企業が優秀企業賞に、そして最優秀企業賞は鎌ケ谷市で鉄骨製造業を営む企業が選ばれ、熊谷知事から表彰状が手渡されました。以上、今週の千葉県の主な出来事をお伝えしました。続いて特集、ちえちゃんのリポートです。はい、今週の特集は新しいお花ブリリアントベルをご紹介します。ブリリアントベルは県が開発したカラーの新品種です。先週デビューイベントの模様をお伝えしました。はい、そこで今週はそのブリリアントベルについて詳しくご紹介したいと思います。まずは開発者と生産者にその魅力と思いを伺ってきました。県が開発したカラーの新品種ブリリアントベル、そのデビューイベントが11月8日県内のホテルで行われました。イベントは認知度向上を図るために開催されたもので、卸売会社やブライダル関係者、生花店、アレンジメント愛好家などが参加しました。公募の結果決定した愛称ブリリアントベルには、未来を輝かせる新しい門出にお祝いの鐘の音が響きますようにという祈りが込められているそうです。ブリリアントベルを開発した千葉県農林総合研究センターの海老原主任上席研究員にお話を伺いました。ブリリアントベルがデビューしましたが、お気持ちいかがですか？このカラーの名前なんですけども、品種の名前は千葉 C2号っていう名前なんですが、デビューにあたりましてブリリアントベルという素敵な名前に決まりました。まあ、こういったすごい素敵な名前がついてですね、非常に感激しているところです。ブリリアントベルの開発にはどれくらいの期間がかかったのでしょうか？このブリリアントベルという品種は、ウェディングマーチという主力品種にマジョリーホワイトという品種を交配して作った品種です。で、交配してから品種ができるまでに10年ぐらいかかっています。開発にあたってどんな花にしたいというイメージはあったのでしょうか？キミツの生産者の皆さんから、病気に強くて早く咲く品種を作ってもらいたいという要望をいただきまして、強くて早く咲くということを目標に育種を進めました。一番苦労されたことは何ですか？で、カラーという植物は栽培条件が違ってしまうと生育の様子ですとか、あとは病気の出方も変わってきてしまいますので、なるべく現地に近い栽培条件を再現できるようにいろいろと工夫して、そういったところが苦労したところです。さまざまな研究と努力によって誕生したブリリアントベルには、花は小ぶりでややクリームがかった白色、茎が細く収穫本数が多い、従来の栽培品種よりも
収穫開始時期が早い、カラー生産の大敵である疫病に強い、フラワーアレンジメントやブーケに使いやすいといった特徴があります。エビハラさんのブリリアントベルに対する思いをお聞かせいただけますか。このブリリアントベルという品種は千葉県が開発20年ぶりに開発したカラーになります。で、なるべく多くの方々にこのブリリアントベルという品種を使っていただいて親しんでもらえるようになったらいいなというふうに思っています。続いて訪ねたのは君津市。君津市は全国でも有数のカラーの生産地ということです。カラーってどのように栽培しているんですかね。こんにちは。はい。お話を伺ったのは君津市にある生産者組合の池田さんです。私カラーが栽培されているのを初めて見たんですが、まるで池のようなところで栽培されているんですね。そうですね。カラーは大きく分けて湿地性カラーと畑地性カラーがあるんですが、ここ小糸地区では湿地性カラーを育てているのでこのような状態になっています。こちらは全国有数のカラーの産地と伺いましたが、何か理由があるんでしょうか。君津市の小糸地区ではカラーの栽培に必要不可欠な湧き水がふんだんに出るんです。そんなことからカラーの栽培が広まり盛んに行われるようになりました。水辺の作業は冬場は冷えてしまうのではないですか。先ほど池のようなところと言っていましたが、湧き水をかけ流しにしているんです。その水温は年間を通して15度前後と安定しており、冬は暖かく夏は涼しいんです。でカラーの球根は夏場休眠するのですが、湧き水で冷やすことによって腐敗を防いだりもできるんですよ。なるほど。カラーの栽培に適した条件が揃っているということですね。カラーの新品種ブリリアントベルがデビューしましたが、生産者として期待はありますか。この新品種は今までの品種と比べて出荷時期が早く茎が細いという特徴があります。そのことから10月から11月のブライダルシーズンのブーケや花束としてご活用いただけると思っています。新品種のブリリアントベルを通してカラーがもっとたくさんの人に使ってもらえるような身近な花の一つとなってもらいたいと思っています。池田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ブリリアントベル、白くてベルのような形の素敵なお花ですね。そうなんです。県の開発したカラーとしては平成11年に誕生したアクアホワイト以来20年ぶりの新品種になります。このブリリアントベルは花は小ぶりでわずかにクリームがかった白色で細い茎という特徴から様々なところで使われそうですね。そうなんです。特徴の一つとしてフラワーアレンジメントやブーケにも使いやすいということです。そこでブリリアントベルを使用したフラワーアレンジメントに挑戦してきましたのでご覧ください。訪ねたのは八千代市にあるこちらのお店。定期的にフラワーアレンジメント教室を開催しています。フラワーデザイナーの団体で講師を務める向こう山先生に教えていただきました。今日はカラーのブリリアントベルを使ってクリスマスをイメージしてアレンジを作ってみましょうか。まずは何から始めたらいいでしょうか。はい、今日は主役のブリリアントベルから、はい、刺していこうと思います。はい、早速ですね、はい、この辺から少しずつ力を入れてこんな感じでわかりました。はい、入っていく感じがわかるでしょ。はい、わかります。はい、結構曲がりますね。曲がりますよね。こんなに柔軟があるんですね。そうなんですよ。これをまず入れ込みましょうね。先生、星がつくとクリスマスのイメージに近づきますね。そうですね。グリーンが入るとまたね、白赤グリーンのクリスマスカラーですよね。あとはもうご自分で自由なところにさせていただいていいんですけど、はい、ここですね、はい、手応えがありました。向山先生、はい、このブリリアントベルは先生の教室の生徒さんにはどんな、はい、今日もね、はい、レッスン、お教室があったんですけども、はいはい、皆さんこのちっちゃいお足のとこにちゃんと本数させたので、はい、皆さん感動してらっしゃいました、ね、人気商品になると思います。
ブリリアントベルを使用したフラワーアレンジメント完成しました。向山先生いかがですか。はい、あのカラーっていう品種は結構あの初心者には刺しにくい種類あの花材なんですね、はい、それを初めてと伺ったんですけどとてもうまく刺してらっしゃって感心しました、はい、ありがとうございます、はい、こうバランスを見ながらアレンジしていくというのが奥が深いなと思いました。でも楽しんで取り組むことできました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しんでいただいて何よりです。はい、これからもまたあのぜひ挑戦してみてください。はい、ありがとうございます。ちえちゃんのフラワーアレンジメント素敵でした。ありがとうございます。今日はスタジオに本当は飾りたかったんですけれどもお花が持たなかったので諦めました。でもお部屋に飾って楽しませていただきました。お花が暮らしの中にあると華やかな気持ちになりますね。はい、今年デビューしたカラーの新品種ブリリアントベル、これからお花屋さんなどで見かける機会も増えると思います。皆さんも暮らしの中に取り入れてみてはいかがでしょうか。以上特集でした。続いては千葉コンシェルジュのコーナー。今回はその鮮やかさに思わず目を奪われてしまうこちら、トンボ玉。ガラスの中の小宇宙とも称される工芸品で、その歴史は古く、今からおよそ3500年前に誕生したといわれ、現代まで世界各地で制作され、多くの人々を魅了してきました。守屋美冬さん、彼女もまたトンボ玉に魅了された一人。トンボ玉はそのガラス特有のその滑らかさとか表現の幅があるので、その自分の思い描いたものを作っていくっていうことがやっぱり魅力だと思います。守屋さんのトンボ玉は透明感のある現代的なデザインが特徴で、昨年度に千葉県の伝統的工芸品にも指定されました。もともとは母のお手伝いをずっとしていたんですけども、で手伝いをしながら売り場に立つようになって、お客様に説明をするために自分なりにいろんなことを調べ始めていたら、トンボ玉の歴史とか魅力っていうものがよく分かってきたので、少しずつ母に習って自分でも作り始めたっていうのがきっかけになります。トンボ玉自体はアクセサリーとして使われることが最近は多いんですけども、他にもそのいろんな用途を見つけていきたいと思いますし、女性ばかりではなくて男性にも手に取っていただきやすいような作品をたくさん作っていけたらいいなと思っています。今回伺ったガラス工房では、トンボ玉作りの体験教室や展示会などを開催しています。気になった方は問い合わせてみてください。また千葉県指定伝統的工芸品については県ホームページをご覧ください。それではプレゼントです。今週はブリリアントベルを取り入れたフラワーアレンジメントを2名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。来週の特集は俗食の千葉の一品と題してお送りします。どうぞご覧ください。それでは今週のウィークリー千葉県、この辺りで失礼します。